男子走り幅跳び次の跳躍者桐野君鹿児島商業6m87を跳躍をいたしております。それではトラックに移動しますのは男子 800m 決勝に出場する選手になります。アップテンポにつきまして、あらかじめ選手の紹介等をお伝えしておきます。